窓の外は粉雪が舞い、冷たい風が曇ったガラスをガタガタと揺らしている。私は分厚い雲のような布団の中で、太陽のようなあの笑顔を思い浮かべていた。大丈夫、私が覚えておくからね。私は社会人になって間もなく、今の夫と出会い結婚した。子宝にも恵まれ、出産してすぐに仕事にも復帰。家庭と両立させ忙しい日々を送っていた。それでも私が毎日元気に過ごせているのは、優しい夫と二人の可愛い子供のおかげだと思う。中でも一番は、お母さん、あなたのおかげです。お母さんは家のことを何でもテキパキとこなした。いつも元気でパワフル。朝早くから夜遅くまでずっと働いていた。料理、掃除、洗濯、裁縫、何でも得意で、私の憧れの存在だった。ある時私が、お母さんはどうして何でもできちゃうの？と聞くと、そうね、みゆきが喜ぶ顔が見たいからかな、と太陽のような明るい笑顔で微笑んだ。子供の頃の私はよく泣く子供だった。道端で転んでは泣く、友達に仲間外れにされては泣く、毎日のように頬を濡らしていた。私が泣いて家に帰ると、お母さんは優しく抱きしめ頭を撫でてくれた。お母さんの笑顔を見ていると、雨は上がり、綺麗な虹がかかる。そんな気持ちになった。お母さん、覚えてるかな？私よく風邪をひいたよね。子供の頃の私は体が弱かった。参観日、運動会、修学旅行、学校行事の後はよく体調を崩し、お母さんを困らせた。そして冬になると必ず風邪をひいた。しんどくなると私はいつも泣いて SOS を送った。するとお母さんは何も言わず、部屋にふかふかの布団を敷いて冷たい水枕を用意してくれた。あの時はそれが当たり前だと思っていた。でも自分が親になって、その大変さに気づかされた。お母さんは風邪をひくと決まって温かいお味噌汁を作ってくれた。夢の中にいる私は、トントンと野菜を切る音、グツグツと煮込む音、お味噌汁の優しい香りで目を覚ます。私は我慢できずに台所まで走っていき、エプロン姿のお母さんに抱きつく。あら、みゆき起きてたの？うん。もう危ないでしょ、話しなさい。いやだ、もうみゆきったら。お母さんのお味噌汁は少し薄味で透き通るような色合いだった。素材の良さが引き立つようにというお母さんのこだわりだ。お味噌汁の具は
いつも2種類と決まっていた。大根と油揚げ、茄子と玉ねぎ、じゃがいもと白菜。お母さんのお味噌汁はなんでいつも具が2種類なの？と聞くと、江戸っ子のお母さんは、お味噌汁には2種類の具を入れるのが粋なのよ、と笑った。私は意味が分からず、お母さんに、粋って何？どういう意味？といろんな質問をした。私はこうしてお母さんと話している時間が大好きだった。風邪をひいた時の具は長ネギと半熟卵と決まっていた。食欲がない私のために体を温めてくれる長ネギと栄養価が高い卵を入れてくれた。お母さんは手際よく出汁を取ると、細かく切った長ネギをさっと鍋に入れる。そこに長ネギの姿が透き通るくらいの味噌を溶かす。そして仕上げに冷蔵庫から卵を取り出してポトリと落とし、半熟になったところでさっと火を止める。お母さんはお味噌汁をフーフーして冷ましてくれた。私が喉の痛みに耐えながらお味噌汁を食べていると、みゆき、熱くない？おいしい？と気遣ってくれた。お味噌汁からはお母さんのぬくもりが伝わってきた。そんなお母さんの愛情をいっぱいに受けて、私はすくすくと成長した。大学で実家を出た私は、めっきりお母さんと会う回数が減った。結婚当初、お父さんと二人で孫の顔を見に来てくれたこともあったけれど、実家に帰るのは盆と正月ぐらい。そんな状態が何年も続いた。あまり連絡ができないことを謝る私に、お母さんは、連絡がないのが元気な証拠よ、と笑った。3年前、久しぶりに実家に帰った私は、見慣れない光景に固まった。部屋の至るところに、醤油はここ、寝るときは電気を消す、などのメモが貼ってあった。そしてお父さんの一言に、私は凍りついた。母さん最近物忘れがひどくてな。病院で見てもらったら、アルツハイマーって言われてな。嘘。あのお母さんが、なんで？久しぶりに見るお母さんは、少女のような目で私に微笑みかけた。太陽のような笑顔に変わりはなかったけど、それは黄昏の空のようで、どこか物憂げでもあった。みゆき、帰ってきてくれたの？うん。元気だった？お母さんは私のことを覚えていてくれた。よかった。みゆき、今日は学校早く終わったの？学校？お母さんは昔と今が少し混濁しているようだった。今はもう昔のようにテキパキと家事をこなすことはできないらしい。毎日お父さんが慣れない手つきで食事を作り、身の回りの世話もしていると聞いた。
その夜、夫とお父さんと家族の今後について話し合った。夫は一緒に住もうと言ってくれたが、お父さんは住み慣れた家を手放したくないということで、今まで通りお父さんがお母さんの面倒を見ることで落ち着いた。今まで苦労をかけたからな、嫁孝行だよ。お父さんは小さく笑った。その後、夫と相談し、私たちは実家から電車で一本のところに新居を構えた。そして少しでもお父さんの負担を減らそうと、日曜日はお母さんの面倒を見に行くことにした。久しぶりに過ごすお母さんとの時間、私は必死に喋った。過ぎ去った時間を取り戻すかのように、子供の頃の思い出、仕事のこと、家族のこと、あんまり覚えていないようだったけど、私をじーっと見つめ、お母さんはこう言った。みゆきは笑顔が素敵ね。太陽みたい。お母さん、お母さんこそ太陽だよ。でも、お母さんの病状は日を追うごとに悪くなっていった。顔を合わせるたびにできることが減っていった。その日、私は残業続きで風邪をひき、部屋で寝込んでいた。お母さんはしきりに寝室を覗いては、みゆき大丈夫？と声をかけてきた。うん、大丈夫。声にならない声で答える私。きっと昔を思い出しているのだ。今のお母さんにはできることなんてほとんどない。それでもお母さんは何度も何度も聞いてきた。何か食べれそう？何か作ろうか？もう料理なんて作れないのに。私は声を絞り出して、大丈夫、いらないと返していたが、ついつい、うんと空返事してしまう。お母さんはうなずいて部屋を出ていった。夢の中で幼い頃の思い出をめぐっていた私は、トントントン、懐かしいあの音で目が覚めた。私は飛び起きて慌てて台所に向かった。お母さんはエプロン姿でキッチンに立っていた。後ろから駆け寄ると、お母さんはおぼつかない手つきで長ネギを切っていた。昔のように手際もよくない。大きさもバラバラ。でもお母さんは笑顔だった。その顔を見ていると、私は止めることができなかった。お母さんは刻んだネギを鍋に入れると、味噌を溶かし始めた。みるみるうちに色が濃くなっていく。それは透き通ったお母さんのお味噌汁ではなかった。そのどんよりとした色合いが病の深刻さを物語っていた。お母さんは
感覚を頼りに冷蔵庫から卵を取り出し鍋に落とす。でも昔のようにさっと火を止めることができず、卵はカチカチに、味噌汁は温泉のようにグツグツと煮えたぎっていた。お母さん、私はそっと火を消すと、後ろからお母さんをぎゅっと抱きしめた。お母さんは振り返った。もう危ないでしょ、話しなさい。嫌だ。私の頬を濡らす大粒の涙。もうみゆきったら、みゆきはほんと泣き虫ね。お母さんは優しく私の頭を撫でてくれた。溢れ出る涙を止めることができなかった。何十年ぶりかに食べるお母さんのお味噌汁は、あの透き通るような色じゃなかった。でもそこにはお母さんの愛がたっぷり染み込んでいた。みゆき、熱くない？おいしい？と気遣ってくれるお母さん。私は無言で何度も何度もうなずいた。安心して、お母さんが忘れたお味噌汁の味は私が覚えておくからね。安心して、これからは私がお母さんの太陽になるからね。